大谷翔平は WBC 出場各国の最も重要選手、すべての目は二刀流の天才に注がれるとスペイン紙がピックアップ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。3月に開催される WBC は全20カ国が出場する。スペイン紙ディアリオエースは20日、WBC 出場各国の最も重要な選手を独自選出。日本からはエンゼルスの大谷翔平選手、28、をピックアップした。日本代表で大谷翔平の人気をしのぐ選手などいるだろうか？侍ジャパンは日本プロ野球と大リーグのスターを満載しているが、すべての目は二刀流の天才に注がれることになるだろう。また、同氏は他のメンバーを軽視しているわけではない。ラーズ・ヌートバー、吉田忠直、さらに日本プロ野球で MVP を獲得した村上宗隆もいる。言うまでもなく、ダルビッシュ有や佐々木朗望も控えている。米国やドミニカ共和国にも引けを取らず、大会で存在感を示すのは間違いないと他のメンバーにも言及しつつ、最後は、それでも、日本の命運を握るのは大谷だと締めた。米大手スポーツブックの FOX ベットが設定している WBC の優勝オッズは、1位がドミニカ共和国で3倍。これに米国 3.5 倍、日本 4.5 倍と続く。同氏が選んだ他のキープレイヤーは、ドミニカ共和国が昨年のワールドシリーズ MVP、アストロズのジェレミー・ペーニャ遊撃手、25。米国は、大谷とエンゼルスは同僚で MVP 3度の、現役最強野手、マイク・トラウト外野手、31、となっている。中日スポーツ。大谷翔平。まずは打者で初の実戦形式、初球からフルスイング。米大リーグは20日、多くのチームで野手組がキャンプインした。3月の国地域別対抗戦、2023ワールドベースボールクラシック、WBC の日本代表、侍ジャパンに選ばれたエンゼルスの大谷翔平は、今キャンプで初の実戦形式の打撃練習に打者として臨んだ。二刀流の調整を続ける大谷は、まずは打者で今キャンプで初の実戦形式の練習に臨んだ。同僚投手と対戦するライブ BP。シーズン中でも初球から振っていくことが多いが、この日も全2打席のいずれも初球からフルスイングした。2球目を捉えた1打席目は二塁方向への凡打だったものの、2打席目は初球を右翼線に弾き返す安打性の当たりを放った。順調な仕上がりぶりを伺わせた。小津智明。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。